一人のビジネスマンが実現に向けて尽力したところからオールスターゲームが始まったと言われています。日本のオールスターゲームはセントラルリーグとパシフィックリーグのリリーグ制になった翌年の1951年から始まりました。プロ野球夢の祭典と呼ばれ、ファンの皆様に喜んでもらいたいという一流野球関係者が時代を超えて紡いだ思いがこのオールスターゲームには詰まっています。2015年にこの球場を建設するプロジェクトが始まった時から、この夢の祭典を開催する日を想像して進めてきました。それが本日この場所で実現できたことは、エスコンフィールド北海道にとっても我々スタッフにとっても大きな一歩となりました。野球をこよなく愛してくれるプロ野球ファンの皆様に感謝と敬意を払いながら、既成概念にとらわれず新たな取り組みを行い、スポーツ野球の楽しさを追求してまいります。本日のご来場誠にありがとうございました。